失礼いたしました。見て、ハトモク電車に移動後、一緒に行き、まもなく発車をいたします。移動が閉まりますので、お休みでお越しの方は、コンペタの下あたり。でもちょっとその上だよね、目のとこだよね。目のところで見えるんじゃないの？見えてる。が口が。頭が左のおじさんにしたら、背の高さが何くらい。ああ、お見送りだから。いいでしょ、あった方が。そうです、そうです。Thank you.
ユフィトロいいのが綺麗です。めっちゃミトロこいてる、うん、お、あっちもめっちゃいるじゃん、鹿、うん、目の前、うん、ほんと鹿や、めっちゃ鹿いるじゃん、はい、そして河川敷にはエゾシカもたくさん出てきています。夕暮れといいますと、エゾシカも活発に出てくる時間帯ですので、これはまさに夕日の6個号の特権になります。いろいろ夕日の写真ポイント、撮影ポイントというのはあるのですが、この鉄道から釧路川に映る蛇行の様子、夕日を撮れるのはこの夕日の6個号だけの特権となっております。ああ、ピクピクしよう。これまだごっそりいるの、そう？鹿？そうそう、鹿がいる。バラバラ固まってるね。すごい数じゃん。そうじゃないのかな。見えてない。もう完全にエゾシカさんたちは夕暮れモードでもう座り込んでますね。ご覧いただきました。ではまだ釧路川のそばを走っていきますが、これから
やめん。暖かい。Thank you.
の標茶出るとね、随分近く近く感じますよね。余韻が残って、しべちゃんまで走るとさ、1日1回しか走るまでになっちゃうからさ、だから道路で3回走ってんだよね、要は自分は走る。夏だとさ、これ走ってんだけど、まだ夕日になる前に着いちゃうね、うんこの季節だからちょっと言うと、ん、鹿が寄ってきそうな
前に見えてまいりました大きなコンクリート製の建物が平成2年に完成いたしました新岩本水門です。奥に見えてまいります古い木造の建物が昭和6年に設けられました旧岩本水門です。その後方に広がって見えてまいりますのが福島湿原国立公園です。進行後右手の水門の後ろ夕焼けが広がってますけども色って突然変わらないです。オレンジ色、赤色、水色、青色って色変わってますけどオレンジと水色の中間には実は緑があります。緑色が見えた人はラッキーです。グリーンフラッシュっていう日没の時に発生する緑色が空に現れることがあります。これグリーンベルトっていう緑の帯がスーッと横の方に走ってるように見えると思うんですけどもっと暗くなるとはっきりしますが現在下のオレンジ色と水色の中間くらいにグリーン見えますか？なんとなくグリーンになってる色目がきちっとしてる人見えると思うんですけど水色じゃないこれはオレンジじゃないっていうところにグリーンがあるはずです。薄いサファイアブルーっていうかそういう感じのグリーンが走ってるのが見えると思います。めったに見れないです。今日はラッキーです。でこの日没の後に空が青く光ってるのはこれはブルーモーメントって言われる時間帯で北欧で発生する時間帯の青空ですね。九州の方に行って見てみると日没の後はすぐ真っ黒になります。北欧に近い北海道は空が青く水色のまましばらくの間見ることができます。これをブルーモーメントって呼びますので覚えておいてください。ブルーモーメントが発生する前はグリーンのベルトがある。グリーンのベルトが発生する前はマジックアワーの始まりです。はい、そうですね、そうですね、マジックアワーが発生するのは北の方じゃないとないですね。はい、マジックアワーは長い時間のあの空の変化を楽しむ時間です。その間にグリーンベルトがあってブルーモーメントがあります。今日はすごくラッキーだと思います。ありがとうございます。
じゃなくて、これで。